いけほしい <coughs> 玄関前に置いといてくださいはい玄関前に置いといてください自分の作りたい曲作れてますか自分の曲え自分の曲あの作れてますね You on Heaven っていう曲が最近出たんですけどそれは自分が作れたい曲でもあるのでちょっと作詞作曲してるので聴いてみてください聴いてみてください聴いてみてくださいお願いします地声最高これ地声なの <laughs> これこれこれ地声なんですかこれが地声って言われる感じですか めちゃくちゃゃく難しいですこの低さ保つの大変なんですようんこれ地声じゃないのさすがにうん地声って思いたい方がいたら申し訳ないんですけどさすがに「玄関も置いといてください」は地声じゃない結構作ってる作っ低いパターン作ってる低いパターン 難しい今ま霜降りバラエティーみてる霜降りバラエティーあ,あ、今日か僕もたまに見てますハモボできるハムハモボ明日のケアはやらんの <laughs> 明日のキューパやらんの明日は にかけましたどれのことかあかりませんけど低いパターンで声聞く女性珍らしいいやーそんなことないっすよもう寝ますか寝ますねうんえでも寝れないかもどうしようたるえこれさ また TikTok とかでなんか拡散されちゃうやつかなこんなさあ,あの僕がデリバリー頼んだ時にさ声変えてるって言ったじゃん3万5点で玄関前に置いといてくださいこれをやったらなんかめっちゃバズってたよね X で 地声とか言って地声じゃないねちなみに言っとくけど地声ってはないうん言っとくうちゃんと僕言わなさすぎるうん地声ではないですあれは作ってんのだってむずくね普通にこ,これがだってさこれが一番じゃ楽で喧嘩も置いといてくださいめっちゃむずいよやってみてくれみんな 行かれてるえなんか僕変なネタバレした大丈夫そう玄関前に置いといてくださーい作って作って作りまくれーうん <laughs> どうでもいいんですよその地声地声じゃないとかもう本当に地声ってだってさ僕の地声じゃないやつも地声って回ってんだったらもうその人の中でそれが地声なんでしょうんだから架空の世界にお見えれば生きてるってわけわかるはいそういうことうん架空の世界が無数に生まれてるわけこの世の中はい だって僕しか真実知らないじゃん僕の中の本当ってあなたの中のあなたの本当もあなたの中でしか生まれないわけだからそれ以外は全部書くってことなのにそれが本当だって決めつけるわけでしょあそういうのはちょっともう置いときましょうもうキーがないのではい、まあ、そういうところでちょっとあの都合よく生きてきゃいいんじゃないですかって思いますのではい 僕はもう他人に興味ないんで都合よく生きるとかクソもないんですけど。